ババドナがついに和解しました。なんでかっていうと、いつもねまーちゃんと2人で遊ぶときって謎の緊張感がちょっとあるのね。これまーちゃんに聞いてもわかると思うんだけど、なんかお互い何喋ろうみたいな。でもその桜大戦のコラボの日はスバルの家に来た時からそれが一切なかったの。なんか普通に喋れてるなーって思ったんだけど、本当に他のメンバーみたいに喋れてて、もうゲーム終わった後とかも、もうマリンがさサティスファクションしちまってさ、もうずっとさスバルのさ家のソファーでさ、なんかさ、いやーマジでスー君の実況気持ちよかったんだわみたいな、スー君のなんか実況の真骨頂を見た、これ2回3回するんだったら絶対来るわ、なんかもうめっちゃスバ友の気持ちわかるわってずっと言っててさ、でスバルその下でマリンからもらったケーキずっと食べてて、でなんかダルダル喋ってて2人で、いやなんかねすごいね穏やかな時間だったんだよ。なんか実況してる時の横でパッてマリン見たら、もうさ頬杖を両手でついて顎の下でさ、なんかぶりっこポーズじゃないけどさみたいなんして、でなんかもうニッコニコだったマリンが、すげえご機嫌でさ、もうなんかねすごい楽しそうでした、よかったわ。あ、言動じゃないよ、そのなんか手組んで顎じゃなくて、なんかうんうんみたいな、なんかこのわかるかな。でなんかねその後も一緒に YouTube 見たり、なんかあの始まる前に一緒にねみおちゃんのねライブを見てたんだけど、アドトラックでトラックが出てきたシーンに2人でああああってあの革新的なライブを、あれ2人で見てた。